工藤会は、福岡県北九州市小倉北区佐長一の八の八日本部を置く指定暴力団。2012年より、改正防隊法に基づく特定危険指定暴力団に指定されている全国、唯一の暴力団である。2021年末時点の勢力は、約370人。主たる、活動地域は、福岡県。 山口県を呼び長崎県の3県だが近年では東京都や千葉県といった首都圏にも進出していることが確認されている北九州地区最大かつ九州地方最大規模の暴力団組織である北部九州地方に根ざした他の数多の暴力団組織と 同様、極めて好戦的な傾向を有するとされており、強烈な反警察思考で容易に激昂する、手段としての闘争ではなく闘争行動それ、事態に価値を見出すなどの傾向を有することで知られる、九州ヤクザの典型例であるとの評があり、特に2012年には、今、最も先鋭的な武闘派組織として知られる団体と、報じられた。 暴力団追放運動の関係者宅や一般企業に銃撃を加え平然と手榴弾を投げ込むなどいわゆる仇の市民を攻撃対象とすることが特に知られており関係事案の後半において工藤会への恐怖から証言者5名のうち4名が証言を拒否するなどの異常事態が確認されている福岡県庁はこうしたことから極めて凶悪な組織と 警察庁も極めて悪質な団体と形容し、アメリカ合衆国財務省は世界最大の犯罪組織にあたるヤクザの中でも最も凶暴な団体と指摘している。半山口組の騎手としても知られ、九州地方の独立組織で作る四社会という親睦団体を同人会、太子集会及び熊本会と共に結成している。前身は、 戦前の小倉市にて結成された、工藤組というバクト組織で、その初代が、工藤源氏であった。1950年、若松市の暴力団、梶原組の組員が、工藤組系、草の組、草の孔明組長の弟を視察。梶原組と草の組は和解することなく、対立を続けた。1963年には、 三代目、山口組若頭の地道幸男が、北九州市内の安藤組と長畑組、そして梶原組を参加に収める。その後、梶原組組長、梶原邦博は地道を通して、北九州市での力道山のプロレス工業の実施を、三代目、山口組、組長、田岡和夫に依頼、彼はこれを即座に了承した。ところがこれを知った草野が、 梶原への対抗心から市内での北原賢治のコンサート開催を決定。これを直接のきっかけとして、工藤組組員らが山口組系組員らを紫川の河原で殺害する、いわゆる紫川事件が発生した。紫川事件から服役するに至った草野は、出所後に工藤組を離脱した上で草野一家を結成。そこから、工藤会と、 草の一家は、抗争状態に突入し、双方の幹部に死傷者を出しながら、福岡県全域で、激しい抗争を展開した。特に、1979年12月23日には、三家の初代田中組組長、田中慎太郎が、小倉北区赤坂2丁目の知人宅のマンションで、草の数や、極政会の組員二人によって、 剣銃で射殺される事件が発生。その事件をきっかけに、1980年にかけ、構想はさらに激化の一途をたどった。長きにわたる構想を続けた末、1987年に、草野一家と再統合工藤連合、草野一家へ組名を変え、草野一家の総長であった草野が、東大の総長に、就任、やがて若頭であった、溝下秀夫が、 1990年に三代目を襲名。1992年に暴力団対策法に基づく指定暴力団となった。1999年をもって工藤会と名を変え、翌2000年に野村悟が四代目を継承。やがて最大参加組織、田中組の組長であった田上文夫が2011年に五代目を襲名。前会長の野村は、 総裁に知りいた。旧本部事務所の所在地は、小倉慶林場ほど近くの小獣地域の福岡県北九州市小倉北区上武の十二に一致していた。現在の本部事務所は、福岡県北九州市小倉北区宇佐町八の八となっている。その主な資金獲得活動には、見かじめ料の要求、違法薬物の密売、 公共工事などへの不当介入、さらには一般の小取引及び経済取引部門への介入などが含まれるものと見られている。勢力範囲については2014年時点で公式には福岡県、長崎県及び山口県の3県とされていたものの、同年、首都圏にあたる千葉県内の事務所が新たに確認されている。さらに、 東京都内の事務所の存在も表面化した。福岡県警察の報告によると、巡行船員を含めた人員総数は2011年暮れの時点で1020名。2015年暮れの時点で810名。アメリカ合衆国財務省の報告によれば、2014年半ばの時点でおよそ950名。2009年2月の実話し、 実は時代での報告によれば、2008年12月実施の2009年度、こと始めの議の時点で、全構成員中、320名余りが、服役中であった。2020年2月19日、福岡県北九州市小倉北区上竹一の一の十二にあった、本部事務所が解体され、跡地となり、福岡県暴力追放運動推進センターが、仲介して、 土地の所有権を、工藤会側から、福岡県内の民間業者に移す手続きが行われる。売却代金のうち、解体費などを差し引いた残り4000万円は組員が関与したとされる市民襲撃事件の賠償に充てられる。跡地は、民間業者から、北九州市で、ホームレスの自立支援をしている NPO 法人、抱え白木が買い取ることで両者が、基本合意。 子供の学習や高齢者の介護などを支援する福祉施設ができる予定である。2019年9月10日の朝日新聞によれば2019年時点で組員約300人のうちおよそ半分が交流または刑務所で服役中の状態にある。また宮崎学によれば福岡県警の工藤会壊滅作戦により活動範囲が狭まり末端の組員は 生活基盤が崩壊、難民化し、自殺を選ぶ者も,も出ているという。同人会、太市集会、熊本会とは、四社会を通して、公主同盟とも言われる、名友関係にある。住吉会とは、親戚団体の関係にある。山口組関係者のことによると、四六代目体制に入った山口組が、組織ぐるみの縁を築いていない組織は、同人会と、 工藤会のみである。かつては、山口県の豪大会や兵庫県のただ明会、広島県の共生会、岡山県の浅野組などとともに、半山口組を掲げる親睦団体、関西初科会を結成していた。2001年の警察白書では、その前年に発生した、暴力団抗争事件の目立った事例として、工藤会の山口組との抗争事件を取り上げ、 福岡県と山口県を舞台に頻発したその構想事件の過程で起きた工藤会による山口組参加組織組長の射殺を報告している。2008年に三代目会長の溝下秀夫が死去した折には司会すなわち暴力団会の大門頭や最高幹部などの大物陣が日本全国各地から葬儀に参列、いわゆる指定暴力団組織に着目すれば、 全22団体中、九州誠同会のみを除いた、全団体の頭目内主はその名代が駆けつけた。2011年に取り行われた、五代目駆同会、発足の儀の折には、同人会、太し集会、及び、熊本会という、四社会の加盟各団体の首領らに加え、住吉会の首領に当たる福田春明、計4名が、特別見届人として列席している。 暴力団対策法実施後の1994年、当局から受けていた再発防止命令を無視してみかじめ料の要求を行ったとして、参加組織の組員が検挙された。これは全国発の同胞違反に基づく検挙例であった。2006年には、福岡県警の制作による反暴力団関係のビデオに関し、これの学校での上映を検討していた。 市教委に対して、上映の中止を要望する、胸の申し入れを行ったことが注目を集めた。最高顧問の林武雄名義で送付されたその、請願書は、当該ビデオの上映を人権侵害にあたる行為で、あるとし、それによって起こりうる組員の思想くらいのいじめの、誘発への懸念の胸などを記していた。これに対して、市教委は、返答が可能な段階には、 未だ至っていないとし、県警側は指摘されたような内容のものには当たらないと反論している。北九州市小倉南区に新たな事務所を設立した2010年には、その立地が小学生児童らの通学路に隣りしていたことが問題となった。これを受けて、北九州市は近辺への監視カメラの配置を決定。それからほどなくして、福岡県では、 暴力団排除条例が実施の運びに至り、安藤孝春警察庁長官が現地を視察。工藤会を壊滅に追い込む、頂上作戦を実行する、要捜査員らに訓示している。改正暴力団対策法に基づく、特定危険指定暴力団への指定を経て、2014年には、アメリカ合衆国財務省の金融制裁対象となる。日本の暴力団において、 山口組、住吉会、稲川会に続く4例目の指定であった。福岡県警は一連の市民襲撃を、工藤会の組織犯罪とみて、2012年に80人、2013年には86人の構成員を摘発したが、県警の工藤会捜査が、目前の事件処理や、被害者警護に手を取られ、 トップの野村悟総裁やナンバー2の田上文夫会長ら上層部の関与を含めた組織犯罪の解明が進んでいない現状を受けて、米田総警察庁長官ら警察庁首脳は、こうした状況を抜本的に改めるため、工藤会を凶悪テロ集団と位置づけ、福岡県外からも、機動隊員150人を動員試験系の捜査体制を支援した。 同年8月から11月までの間に暴力団排除条例に基づく暴力団立ち入り禁止の表彰を掲げたスナック経営者らが連続して襲撃されたことを受けて200人体制にした。2013年2月20日には一挙に300人に増員された。機動隊員らは工藤会組員に対する徹底的な職務質問を行い、 組員らの動きを牽制しつつ、その間に、県警の捜査員を、市民襲撃事件の捜査に集中させることとした。そして、県警は2014年9月26年前の、元行協組合長殺害容疑で、トップの野村悟総裁、ナンバー2の田上文、夫会長の逮捕に踏み切った。さらに、県警による、野村総裁らに対する事件の摘発は続いた。 2014年10月1日、福岡市内の路上で2013年1月に女性看護師を組織的に殺害しようとした組織犯罪処罰法違反などの容疑で県警は野村総裁、田上会長、ナンバー3の菊池慶吾理事長ら幹部16人を逮捕した。16年前に殺害された元漁協組合長の孫である 男性司会士が死傷された事件でも、県警は、野村総裁らを2015年5月22日に、組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕した。県警は、同年6月16日、野村総裁が2013年までの4年間で、参加組織幹部らから集めた金のうち、約2億2700万円が、野村総裁の個人所得にもかかわらず、 申告せずに、所得税約8800万円を脱税したとして、野村総裁ら4人を所得税法違反の疑いで逮捕した。同年7月6日には、北九州市小倉南区の路上で2012年4月に、福岡県警の元警部の男性が拳銃で撃たれ、重傷を負った事件で、県警は、野村総裁ら最高幹部を含む、計18人を、 組織犯罪処罰法違反と、銃刀法違反の疑いで逮捕した。12年8月から11月にかけて起きた、飲食店などへの連続テロ事件でも、県警は、同年11月25日、ナンバー3の菊池慶吾理事長ら11人を、厳重建造物等放火容疑などで逮捕した。工藤会は、いわゆる、中国人犯罪の排除を提唱し、 1990年代の後半頃からというもの、組員数十人を動員した上で、北九州市内の繁華街における中国人経営の風俗店や酒場の存在を調査させ、発見次第それらを町から追放するという活動を行ってきた。市内小倉の繁華街にあっては中国人経営のスナックが放火されるなどの事件が相次ぎ、 中国人の経営による、その種の店舗が、街から姿を消した状態となっている。警察当局の、駆動会対策が激化する2006年頃までは、夜間の繁華街において、複数の組員を動員しての、いわゆる、夜回りを行っていた。警察当局はこれを自由を目的とする行動と、見ていた。かねてから、重武装で知られており、特に2010年以降、 駆動会の関与が疑われる武器の摘発が相次いでいた。2011年には、組織の武器庫の一つであったものと見られる、福岡市内のマンションの一室で、アメリカ合衆国製の回転式拳銃や、サイレンサー付きの半自動拳銃、イスラエル国防軍製ウージー短期関銃や、M4 カービン自動小銃など、殺傷能力の高い銃火器が大量に押収された。これについては、 普段の容疑者が裁判において密売目的の所持であったと証言しており、工藤会の組織的関与が認められるには至っていない。さらにその翌2012年には、工藤会関係者の管理下にあった北九州市内の倉庫にて多数の自動式拳銃などとともに相談済みのロケットランチャーが押収されている。後の官邸によれば、この品は、 ロシア連邦軍製の対戦車兵器用ロケットランチャー RPG-26 でその敵発の部隊となった倉庫も同様に組織の武器庫であったものと目された。駆動会は、いわゆる仇の一般市民をも攻撃対象とするという点で特に知られてきた。著名な事例としては歴史的なものでは 三日じめ料の要求を断った健康センターに殺素剤を散布し、150人を超える市民が中毒症状を引き起こした、在福岡中華人民共和国総領事館を散弾銃で攻撃、福岡県警元暴力団担当警部宅にガソリンを散布し、放火、資金問題で揉めた相手を散弾銃で、資金距離から銃撃、パチンコ店役役所出張所などを17件前後に、 渡って連続的に銃撃、公安利権への介入を断られたことへの報復として、元漁協組合長を射殺した、北九州元漁協組合長射殺事件などが挙げられ、2000年代以降のものでは、暴力団事務所撤去の運動に取り組んでいた商店に、車両で突撃、暴力追放を公約に掲げて当選した、仲間市長の講演主議を襲撃、 警察官舎敷地内の乗用車に爆弾を設置、九州電力の松尾慎吾会長宅に爆発物を投敵、西武ガスの田中雄自社長宅への手流弾投てきおよび同社関連会社と、同社役員の親族宅を銃撃、暴力団追放運動主導者の経営するクラブに、手流弾を投敵、次期首相であった。 安倍晋三の押物関市の自宅と講演会事務所に火炎瓶を投擲した安倍進む家火炎瓶投擲事件挨拶料を要求する目的で小林組従業員を路上で銃撃トヨタ自動車九州の小倉工場に爆発物を投擲、駆動海追放運動を推進していた自治会長宅を銃撃 三日じめ料の要求を断ったパチンコ店を火炎瓶リニア、放などを持って、執拗に攻撃、工藤会追放運動を推進していた、建設会社役員を射殺、中間市の黒瀬建設社長が銃撃された、黒瀬建設社長銃撃事件、挨拶料の要求を断った、清水建設従業員を銃撃、元工藤会担当県警警部を路上で銃撃、 三日じめ寮の要求を断った飲食店を放火や刃物などを持って必要に攻撃。1998年に射殺された元漁協組合長の弟を射殺。1998年に射殺された元漁協組合長の孫を襲撃。漁協関連会社の元女性従業員を襲撃。などが幅広い報道の対象となった。中でも手榴弾を用いた。 クラブ襲撃事件は、福岡県警が大規模な取締り強化体制を敷いていたさなかの出来事であり、この件を受けて、県警幹部は、これを市民に対するテロ行為と断言、工藤会は超えてはならない一線を越えたとの声明を発した。西部ガスの件を全国ニュースとして報道した NHK は、工藤会関係者を名乗る男からの脅迫電話を受けている。 2013年1月、野村総裁は、自身が受けた、陰形増大や、脱毛の美容整形外科手術に不満を持ち、その報復として、元幹部の男に指示し、手術を担当した、女性看護師を死傷させた。女性は頭を3カ所切られるなど重傷を負った。2017年2月に、初公判が開かれた。2021年8月24日、 福岡地方裁判所は、工藤会が関与したとされる市民襲撃4事件で、殺人や、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われたトップで、総裁の野村に、死刑、ナンバー2で会長の田上に、無期懲役を言い渡した。指定暴力団最高幹部に対する死刑判決は、国内初の事例とされる。ありがとうございます。